指揮官が大好きな勝利の女神、ハージもあるよ。ということで今回は、水際ニスさんをご紹介します。まずは水際ニスさんのプロフィール紹介です。武器はショットガン、属性は電撃、クラスは支援型。出身企業はテトラ、舞台はカウンターズに所属しています。CV は岡崎美穂さんが担当しています。公式の紹介文では、ついに秘蔵の水際に見つけたアニス。今度こそ全て手に入るはず、楓の時間も、大切な人との時間も、と紹介されています。満を持しての水着のお披露目、ムチムチすぎるだろう。アニスちゃんはイベントでもメインストーリーでも進めてくとどんどん疾患様大好きになってて、めちゃめちゃ可愛いよね。そそるぜ、これは。あとムチムチすぎて水着がマスクに見えると言われてるのくさ。と言って、さて、お次はボイスを聞いてみよう。まあ、指揮官様、氷が溶けちゃう。炭酸水は冷たい方が美味しいんだから。生ぬるい炭酸水は確かに美味しくない。指揮官様の瞳に乾杯。動くだけでブルンブルン。私も泳げるボディだったらよかったのよ。普段のボディだと重すぎて沈むのよね。熱い太陽、燃える砂、エメラルド色の波、これが海ってやつ？夏だ、海だ、ケツだ。好感度も上げてみよう。後で返せとか言わないでよね。どんどん漏れ。指揮官様、私頑張るからね。かわいい。ありがとう、大切に使うわね。指揮官様が悪いんだからね。そんなに誘われたら、私だってもう我慢できないんだから。シャミ子が悪いんだよ。中に出してください。そんで好感度10ボイス。指揮官様、早く来ないと私一人で全部飲んじゃうんだから。炭酸水の見過ぎはまずいですよ。ちょっと、どこ触ってるのよ。そりゃケツでしょ。アミスちゃんはなんだかんだで許してくれそう。海を眺めながら指揮官様と一緒に炭酸水を飲む。これ以上の幸せなんてないわよね。ニケはみんな幸せになってくれ。水着って露出度高すぎるのよね。ちょっと指揮官様、今エッチなこと考えたでしょ。俺は長男だから我慢できたけど、次男だったら我慢できなかった。お次は射撃モーションを見てみよう。この衝撃で揺れる背中、健全だな。特ねーって。リロードモーションも凝ってるのいいよね。そういやラキちゃんだけ衣装違い SSR 着てないけど周年で来るのかな。声優さんが同じ 2B に SSR 実装先越されちゃってるのすこ。二人でまた海を見に行かない？なぜかフラグに聞こえてしまう。海のシャワー、海のシャワー、海のシャワー。魚アーチンアナゴ。指揮官様、全哨基地にも海を作らない？アーク水没しちゃう。ご加護が共にあらんことを。さて、お次は水際ニスさんの戦闘スキルを見てみましょう。水際ニスさんは、味方の攻撃力を大幅強化できる電撃属性のサポーターです。フルバーストタイム発動時に、電撃属性の味方の攻撃力と移動が速度を強化することができます。今回はリターちゃんを編成に入れてるけど、あんまり相性は良くない模様。編成役無なら電撃属性のニケで、グレンやギロチン、バランが相性いいのかな。視聴者アニスたちはどんな編成を組んでるかな。よかったら教えてね。あと最近ようやくニヒリスターを突破できたので、ストーリーの続きが見れて嬉しい。メインストーリーが面白いから続きが気になって仕方なかったですね。補給中。これでビーチに遊びに行けるわね。さて、最後に水着アニスちゃんのストーリーを見てみよう。うお、でっか。視聴者アニキたちは海で遊ぶときは何してるかな。お、どこに連れてってくれるんだろう。さては青春だな。
リターおばあちゃん。助けてリターモン。よからぬ。あ、察し。男女が二人きりで、道具、何も起きないわずがなく。また変なところに。洞窟にも穴はあるんだよな。なるほど、ここを冒険しようとしてたわけね。いや全然がっかりしてませんよ僕は。岩が転がり落ちてきて追いかけられるかもしれないぞ。暗い洞窟は実際怖い。なるへそ、懐中電灯か。うお、眩しい。女性を一人にするのは、不作法というもの。やはりエジプトか、私も同行しよう。夫を見せできるのはここまでだよ。この先は君の目で確かめてくれ。すごいいい話だったのでおすすめだぞ。動画更新や自作エロゲのお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、いいねとチャンネル登録も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしい子がいたらコメントしてってね。制作中の同人エロゲ、メメリスちゃん RPG が DL サイトにて予告販売ページ公開中なのでお気に入り登録おなしゃす。では、サラダバー。